おはようございます。8月19日、金曜日かな。今朝6時半。テントの目の前には、モンキーちゃん。モンキーってかっこいいな。今起きたばっかりなので、今からシャワー浴びて準備したいと思います。はい、ほんじゃ今日も行きましょう。レッツラゴー。ちょっと天気悪い。でも寒さはそれほど厳しくない。朝ごはんのパンを買いに来ました。パンパパン。朝はパン。パン。パンパン。パンどこだ。パンがないからチョコレートクッキー買おう。とりあえず。よし。Where are you coming from? I'm from Japan. Japan? Yeah. Alright. You come with plane for this? Or? All the way with my bike. From Japan with this? Japan, Russia, Mongolia, Kyrgyzstan, Tajikistan. With this? Yeah. No. No, I don't know.It's a Honda Monkey. Yeah, that was I thinking. So I was thinking, I know this, old ones. It's new. It's new one. Yeah, Honda Monkeys, when I was younger, for 30, 40 years ago, they had them. Ah, much, so, much smaller. Yeah. 50cc Monkey. Yeah. This is a new one. Yes. Much bigger. You're driving all the way. All the way. From Japan to here. Yeah. Where are you going now? Spain. Spain? Spain, yeah.ノルウェー、デンマーク、ジャーマニー、ホーラン、ネダラン。さっきスーパー寄ったら、まだおじさんが声かけてくれた。3、40年前にモンキー乗ってたって。モンキーを作ったホンダはすごいな。あ、すごい。モンキー株綺麗だな。風が強い。でっけえなー。うしょー、怖っ。はい、ごめんなさいよー。どしどしどし。おお、セクシーなお尻。うわー、怖い怖い。犬よりは怖くないや。ごめんねー、ごめんねー。牛天国。はい、ごめんね、ごめんね。かわいい目してる。わあ、滝だ滝だ。危ない危ない。ちゃんと前見ないと危ないよ。今ネイロイフィヨルドっていうところに向かってます。今日はフェリーに乗ってフィヨルドを見ようかなと思います。いつもは移動のために乗るフェリーだけど、今回は景色を楽しむのをメインなフェリーに乗ろうかと思います。まあ、観光船、観光フェリーなのかな。だからちょっと高めな感じ。7、8000円するのか。まあ、結構高いな。まあでもちょっと楽しんでみようかな。そんな感じで今フェリー乗り場に向かってます。向かう先の方の雲が黒くて、ちょっと天気が怪しい感じ。やだな、雨は嫌だな。まあ、とりあえず進んでみます。ネーロイフィヨルド、トンネル抜けたら谷。わあ、両サイド山に囲まれた谷です。フェリー乗ろうと思ったけど、なんかかなり混んでて観光客たっぷりいたからやめました。なので走って、行きます。あ、行きますというか、もうこの辺もネーロイフィヨルドっていう場所みたいだけど、なんか
景色が綺麗に見えるポイントがあるみたいだからその辺行ってみます。うわーすげえ綺麗、川遊びしたい。よし、とりあえず行きます。天気崩れないでね。なんかトンネルの中がカラフル、色が変わる、紫、ピンク、青、綺麗だ。斜面に家が並んで綺麗。ここの辺の家は窓からこの景色が見えるんだ、すげえな。これ、あ、ここでこれぐらいあればすれ違えるけど。フィヨルドに来ました。うわ、かなり細い峠道を5キロぐらい上がってきたかな。寒いけどまだ大丈夫。じゃあここから次はどうしようかな。すげえな渋滞。うわあすげえ。ああみんな照英だ。みんな大きいバイク、大きいバイクで照英のヘルメットが多かったな。今日のネイロイフィヨルドは結構見応えがあったな。これカメラにどれだけ収まってるんだろう。今から今日の宿泊地へ向かいます。ボスっていうところに向かいます。ここは地名が簡単だから覚えられた。今いるこの辺り、ネイロイフィヨルドの辺り、雨降ってきました。大変だ、逃げろ。うん、先の方、あの進行方向の方は明るいから大丈夫かな。この辺だけかな。明るいって言ってた方、明るいけど時折雨降ります。今下はカッパ着てます。中のズボンはちょっと濡れちゃってます。でもこの先ほら進行方向すごい明るい、太陽出てるけど、まああそこの一角だけ太陽出てるんだ。雨だろうな。なんかこれから今向かってるボスっていうところは天気予報見たら今日雨だったから雨かな。まあもうすぐ着くと思うから着いてからのお楽しみ。では行く。ここにドライブ。ワンツーボスカンツーボスカンツー。設備整ってて高そうだな。さあいくらでしょうか。はい、テント張りました。今日はボス、ノルウェーボスのボスキャンプ場。夜ご飯はいつも通りパスタ、プルプルパスタにじゃがいもと玉ねぎ、あとはこれサバ缶とトマトケチャップ。はい、見た目はちょっとあんまりだけど美味しいです。それと今日も1本だけビールいきます。これはフライデンランド、フライデンランドっていうのかな、ピルスナー、アルコール度数 4.5%。 じゃあちょっと行ってみます。はい、いただきます。
これ美味しい、これすごい美味しい。それと、はい、パスタ美味しい。8月19日バイクの日、今は夜8時半です。今日はバングネスというところから、今ここにいるのはボスっていうところです。今日はまた五大フィヨルドの一つネーロイフィヨルドというところに行ったけど、かなり景色綺麗で、印象深いところでした。あさってかな、もう一つ最後一箇所リーセフィヨルドっていうところに行きます。これでノルウェーのフィヨルドは最後見納めになると思います。じゃあ今日はそんな感じで終わりにします。はい、外はあいにくの雨ですけど、モンキーちゃんも雨に濡れてます。はい、じゃあそんな感じでおしまい。さよなら、さよなら、さよなら。